皆さん、こんにちは。IT ジョブフェスタライフをご視聴いただきましてありがとうございます。MC を務める三塚真由です。よろしくお願いいたします。さて、この時間お越しいただきましたのは、損保システムズの志田秀幸様と高山和也様です。テーマ、仕事理解についてもお話しいただきます。それではよろしくお願いいたします。 たカメラのオンとマイクのオンをよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、初めに簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。まずは、志田様からお願いします。はい、えー、皆さん、こんにちは。私はですね、人材統括部で採用担当してます。2020年7月から採用担当してます。それ以前はですね、アプリケーション開発部門のリーダーを任されていました。 現場経験をですね生かして、えー、まあ採用で頑張りたいというふうに思ってます。本日はどうもよろしくお願いいたします。お願いいたします。続いて高山様お願いいたします。はい、えー。同じくですね2020年から人材統括部で主に新卒採用を担当しております高山です。本日はよろしくお願いします。 それでは早速企業説明に入っていただきますが学生の皆様企業様のご説明中でも投稿可能となっておりますので会社のことや仕事のこと感想など何でも大丈夫ですお気軽にチャット欄へどんどん書き込みをお願いいたしますそれでは会社説明をよろしくお願いいたしますはい、えー、それではですねまず志田の方からですね会社紹介業界説明を させていただきたいと思いますまずですね損保グループの事業からご紹介いたします国内3メガ損保の一角を占める損保グループですがその事業は国内損保事業にとどまらず海外保険事業国内製法事業介護シニア事業デジタル事業 ヘルスケア事業と多岐にわたっており、国内外、政府、損保という保険の枠組みを超えて、お客様の安心、安全、健康を総合的にサポートします。これに伴い、グループの活動を ICT やデジタル技術で支える私たちの活躍の場も、これまでは損保システム中心だった担当領域が、政府や 介護ヘルスケアへ海外へと大きく広がっていま,すまた、最新技術にも常に目を向け、いち早く情報をキャッチすべく、新たな価値の創造に向けて取り組んでいます。最新技術といえば、例えば AI とか IoT、ビッグデータの活用といった言葉を思い浮かべていただければと思いますが、 ドライブレコーダーからの情報を分析することにより、一人一人の安全運転レベルに合わせて保険料を設定するなどの新しいサービスの提供に向けて取り組んでいます。はいえー、ここまでの内容を踏まえ、当社の位置づけをご確認いただきましょう。真ん中ににああるる、損保システム図の左側にある 損害保険ジャパンは国内損保。右下の損保ひまわり生命は国内政保その右奥にあるセゾン自動車火災保険は国内損保。通販の会社です。グループの中の代表的な企業名をご紹介しましたが、これら、えー、グループ企業が提供する各種サービスを ICT や デジタル技術で支えているわけですこのスライドは未来革新プロジェクトについてのご説明になります未来革新プロジェクトは開発期間9年総予算は約2500億円の超特大プロジェクトです2015年の10月に始動しました 国内金融機関のシステム開発プロジェクトとしては最大規模のものであり、また金融機関を支える機関システムをほぼ全面刷新するというとてもチャレンジングな取り組みです。金融機関のシステムは利用者が多く与える影響がとても大きいため、部分的な作り替えはあるものの全面的な刷新を行うことは、 どの金融機関ででも行われてきませんでしたしかし、システムが肥大化することにより、保守容易性低下の解決や、最新技術を取り入れたより使いやすいシステムの実現に向けて、国内の金融機関に先駆けて、機関システムをほぼ全面刷新することに舵を切りました。2021年3月に共通機能と、 保険の種目でいうと、障害保険が本番稼働しました。で、その下にあるですね、損保システムイノベーションズとはですけれども、未来革新プロジェクトを開発するために、損害保険ジャパンと日立製作所が出資してできたジョイントベンチャー企業です。当社社の社員は損保シシステムイノベーションズに出向という形で このプロジェクトに参画しています。この会社は、損害保険ジャパン、日立製作所、損保システムズからの出向社員で構成されています。ですから、この会社自体はですね、えー、採用活動は行っていないということでございます。プロジェクト終了後には解散する予定になっています。 えー、損保グループの戦略的 IT 企業である私たちが目指す姿として3つのキーワードを掲げています。それは技術、挑戦、切磋琢磨です。最新の技術や業界のに先駆けたシステム構築に果敢にチャレンジし取り組んでいます。システム構築の仕事はチームでの取り組みが基本であり、 助け合い、励まし合い、鍛え合う風土が根付いています。一人一人がスキルを磨き、それがチームとして力を合わせて一体となり、大きな成果が生み出せるよう、さまざまな取り組みを行っています。さて、ここからはですね、IT 企業はどのような業種があるのか、見ていきましょう。 まず縦軸ですね。上に製品、下にサービスとあります。横軸は左に B2C、一般消費者向け、右に B2B、企業向けとあります。でこの図を見てもわかるようにですね、システムインテグレーターというところにですね、当社はここですということで、吹き出しがあります。 なので、当社はです、ね、システムインテグレーターというところに位置づけられております。で、このシステムインテグレーターをです、ね、分類すると、左からメーカー系、ユーザー系、独立系の3つに分けられます。当社はです、ね、ここでも吹き出しがあるように、ユーザー系というところになります。 でこのユーザー系をですね、詳しくご説明差し上げますと、3点ありますねえ。まず1点目、企業の情報システム機能を分離してできた企業。2点目、親会社の事業内容によって得意とする分野が異なる。まあ、当社で言えばですねえ、損害保険や生命保険の知識になります。3点目、 親会社の業務に精通しているる強みがある大きなプロジェクトは、先ほどのシステムインテグレーターのです、ね、メーカー系や独立系の、まあ、そういった会社さんとです、ね、協業しながら進めていきます。その時はですは、ね、当社が主体となってプロジェクトを進めていく、まあ、そういった強み、面白さがあります。 はい、えー、職種で言うとというところでですね、えー、青い部分ですね、開発とありますけれども、ここがですね当社のメインとなる部分でございます。そして、システム管理、運用、営業、サポートがあります。当社はですね、すべての職種を守備範囲としております。 でこのスライドはですね、えー、システム開発の流れを表しています。左から要求分析、要件定義、まあ、ここはですね、お客様とまあ仕様をこう決めていくような、そんな場でございます。で、基本設計、詳細設計、まあ、別の言い方を言うとですね、この括弧書きにありますように、外部設計、内部設計とあります。その後に開発、プログラミングをして、テストをしていく、まあ、こういった流れですね。 で当社はですね、上流工程から下流工程まですべての開発工程を担っております。そして上流工程の仕事が、まあ、基本的にはメインとなっております。ですからお客様との接点が多くあります。システムがリリースされたときにはお客様からですね、感謝されることが多く、達成感を感じることができます。 それがががやりがいいいととなっててさらに頑張ろうというモチベーションが湧いてきます、はい、このスライドはですね、当社の育成制度についてになります。簡単に触れさせていただきます。育成期間はですね、2年間あります。2年目から育成度合いにより、本配属の時期が、まあ、バラバラということになります。 まずですね、当社では6ヶ月間の新人研修を用意しています。ここでは、報告、連絡、相談の大切さをはじめ、社会人としての基本行動をしっかり身につけていただきます。また、開発言語としては Java を学習し、プログラミングだけではなく、チームになってシステム構築のプロジェクトを疑似体験するカリクラムなどを通じて、基礎的な IT 技術を じっくりと学んでいただきます。本配属されるまでは開発経験を育成部門に席を置いた上で OJT 先の開発部門のシステム担当と担当します。1ヶ月単位で育成状況の振り返りを育成部門と OJT 先の開発部門で行います。このように 教育制度が整っているののででで文系の学生でも SE にチャレンジできます OJT 先の配属や本配属についてはある程度の範囲で社員の希望を優先させていただいてますさてこのスライドはですね当社の会社情報になります これらは当社のホームページやナビ等に詳細に記載されてますので、ここではですね、ポイントのみお話をさせていただきます。まずはですね、服装について。職場での服装はカジュアルです。清潔で TPO を考慮すれば服装は自由です。例えば、内勤で仕事の場合については、ジーパンに T シャツ、ポロシャツでも OK です。お客様の商談になるとですね、 上にジャケットを羽織ったりすることがあります。重要なお客様との商談ではスーツを着ることもあります。保全ネクタイも閉めます。場面によってですね服装については選択する必要があります。次に、ね、独身社宅についてになります。えー、通勤時間がですね、えー、ご実家から、まあ、当社の本社である立川まで。 1>, 1時間半を超える方には独身社宅の準備があります。八川周辺の駅地下でですね、築浅物件、運がいいとですね、新築物件がアサインできます。不動産屋さんにですねえ、物件を探してもらって、7万から8万ぐらいの物件が対象となります。料費は2万5千円です。新人社員の場合はですね、まとめて物件をアサインすることになるので、 同じ物件に集まることもあり、まあ、社員同士しが1つのこうアパートというか、マンションに住むということなので、寮みたいな感覚で、でまあ、話を聞いてると、ものすごく楽しそうです。で、当然その場合も、ですね、えー、男女は別になるような、まあ、そんな配慮はございます。で、皆さんが気になるですね、今年の採用予定の人数は、ですね、50名となります。 文、えー、系理系、男女比については、ここ数年の実績で言いますと、まあ、同じぐらい同程度ということになります。文系の学生がチャレンジできる、まあ、そういった環境は整ってますので、ぜひチャレンジしてもらえればと思います。で、えー、ここからはですね、当社の特徴、仕事の魅力についてですね、少しお話をさせていただきます。 で当社の特徴としてはいくつか挙がってますけれども、1点目、えー、非常にチャレンジング、新しいことが好き。2点目、えー、技術力を磨く教育環境が整っている。社内のですね集合研修、分野別研修、社外研修、e ラーニング、まあ、そういったものがですね整っています。技術力の向上に学びに関してはですね、 えー、たくさんの環境がございます。例えば、e ラーニングでは、ユーデミ y とか idemi とか、まあ有、有料のコンテンツがあるんですけれども、これが無料で、えー、ご利用いただけるようになっています。3点目、当社の裁量で新しい技術を導入することができる。これはどういうことかというと、親会社のです、ね、損害保険ジャパンには、通常親会社にある情報システム部の機能がございません。 一番上にある非常にチャレンジング、新しいことが好きにもあるように常にですね、新しい技術にアンテナを張り、新技術を当社の裁量で導入できることができます。積極的に攻めていける会社ということです。4点目、システム構築の入り口、上流工程から出口まで全工程を担っている。5点目、 アプリからインフラまで活躍できるフィールドが広い。インフラとはですね、ネットワークとかセキュリティ、クラウドなど、そういったものをですね、構築、整備を行っています。そしてそれはですね、損保グループの規模で担当しています。6点目、常にお客様と近い距離で仕事ができる。 お客様との信頼関係を構築し、より良いシステムの構築に向けた提案ができることはとても魅力です。当社はそれが実現できる数少ない IT 企業、IT 系ユーザー企業でございます。7点目、基本的に自社ビル内で開発ができる。当社の本社は立ち会いになりますので、まあ、そこにですね、まあ、あの9割ぐらいの システム担当課がもう入っているというところになりますので、まあ、そこで仕事ができるということです。8点目、えー、テレワーク率が全社制平均で7割ということですね、えー。コロナ収束後も働き方としては変わりません。立川の本社の各部署の収容率はですね6割程度になっています。座席はフリーアドレスです。 ですから全員出社することを、まあ、そもそも会社は想定しない想、想定していないということです。で特にです、ね、開発を中心に行っている部署はテレワーク率が高くなっています。システムの保守、メンテナンスを行っている部署は会社で,はで,きな,い会社でなければできない、まあ、そういった本番データの確認だとか、サーバーの監視があります。 それはですね、交代制で出社してです、ね、テレワーク率を高くする、まあ、そういった工夫を行っているというふうに聞いてます。最後ですね、えー、平均有給取得日数は17.9日、まあ、ここでは、スライドの方は18日となってますけれども、正確には17.9日ということで、これが2021年度の実績ということになります。 1>, 1年目からですね、有給休暇は25日間付与されます。2年目からはですね、ベテランと同様で33日間付与されます。で、社員にはですね、15日以上の有給休暇の取得を義務付けておりまして、その中でもですね、5日間は連続で休むことができます。土日を絡めたりするとですね、9日間の連続休暇になるんですね。コロナ前はこの休暇を利用して、海外旅行をする社員が多くいました。 このようにですね、当社は、ワークとライフのバランスが取れている会社だと言えると思います。で、ここの、このスライドからはですね、皆様への投げかけになります。どんな立ち位置で、どんな役割で、どんな貢献をしたいですかそしてどんな SE になりたいですか 同じ SE といっても企業の事業内容や立ち位置開発工程の担当領域によって全く変わってきます皆さんは皆様は何を基準に企業を選択しますか当社損保システムズはその投げかけに対して受け止めるだけの広大なフィールドがあります理想の自分 なりたい自分になるための環境を皆様にご提供できると思っています。私からの説明は以上となります。当社のことをご理解いただけましたでしょうか。それでは高山さんお願いします。はい、えー。ここからはですね、えー、採用担当の、えー、高山からですね。 仕事体験のご案内をさせていただきます IT 業界のこと、SE という仕事のこと、そこにある楽しさや厳しさ、そしてやりがい。本日はですね、当社の仕事理解に参加してくださった皆様に、そういったことをもっともっと知っていただきたいという思いで、ワンデ d ワークショップ原因究明をご用意いたしました。 スライドをご覧いただきますと、なんだか不穏を感じる一枚の写真が写っております。ちょっとホラー要素を感じる届かなかった一通のハガキ。こちらのワークショップはグループワーク形式でチームメンバーと一緒に協力しながらシステムトラブルの原因を究明していくワークショップとなっております。なぜハガキは届かなかったのかその謎を皆さんに発見していただきます。 原因、失礼いたしました。原因究明ワークショップは分離不問、専門知識は不要でご参加いただきます。当日のグループワークでは採用担当がフォローに入りますが、基本的にはですね、皆さんが主導となって謎解き、ゲーム感覚で楽しみながら取り組むことができるワークとなっております。流れとしましては、4段階のコンテンツに分けて実施いたします。 まず1段階目には、IT 業界とは、SE とは、についてご説明させていただきます。2段階目には、保険の知識を学ぶワークを実施させていただきます。こちらは本題の原因究明ワークを行う上で、練習問題も兼ねておりますので、ウォーミングアップ感覚で取り組んでいただければと思います。そしていよいよ三段階目には、本題のシステムトラブルの原因を 究明するワークとなります。こちらはスライドにも書いてある通り、システムトラブルはですね、正確に、また早急に対応する必要があります。皆さんはですね、チームメンバーと協力して、知恵と意見を、時にはひらめきを出し合いながら、他のチームと時間を競い合って原因を究明していただきます。そしてワークが終了する頃には、きっと様々な 気づきが得られることかと思います最後にはですね当社社員との懇談会を予定しております業界のことからですね社員が担当されている仕事の話とか当社損保システムズについて気になることなどぜひですねいろいろ質問等を交えながらざっくばらんに懇談ができればと思っております 続きまして、エントリーのお願いとワークショップのご予約方法についてお知らせいたします。まずはですね、当社ホームページにてワークショップ紹介動画を公開しております。こちらですね、ちょっと短い動画になりますが、ワークショップの魅力をぎゅーっと詰めてご紹介させていただいておりますので、ぜひ一度皆さんご覧になっていただければと思います。予約方法は、 当社マイページにご登録後、ご登録していただいた学生にメールでご案内させていただきます。日程につきましては、初回は7月開催を予定しております。それ以降はですね、えー、順次、えー、月2回程度の開催を予定しております。開催の日程の詳細が決まり次第、その都度ですね、マイページ内と、えー、マイページにご登録いただきました PC メールアドレス宛 ご案内させていただきます、えー、マイページのです、ね、登録につきましては、当社ホームページ、もしくはです、ね、下記の、えー、今ご覧になっていただいているスライドの中の QR コード内のです、ね、エントリーはこちらからをクリックしていただき、ご登録をお願いいたします。なお、参加にあたっては、PC でのご参加とカメラ、マイク、インターネット接続ができる環境の ご用意をお願いいたします当社のワークショップはですね、IT SE DX 保険というキーワードに興味がある方グループワークで課題を解決してみたい方参加のきっかけは様々です参加にあたっての必須条件や事前準備等はございませんのでどうぞお気軽にご参加ください 最後にですね、当社のワークショップにご参加いただきました学生のアンケートの一部を抜粋してご紹介させていただきます。1、A さん。他のグループとスピードを競いながら同時に正確さが求められるワークでシステムトラブルの原因を探ることの大変さと面白さを学びました。2、B さん。 他ではないようなワークショップ内容だったので、とても有意義な時間でした。問題を解決するためのプロセスを学べるワークでためになりました。3.C さん。少人数でのワークだったため発言もしやすく、他の方々の意見も取り入れやすかったです。4.D さん。トラブルの原因究明というワークは、 今までに経験したことがなかったので、漠然としていた SE のイメージを固めるのに大いに役立ち、非常にためになったと感じました。いかがだったでしょうかなおですね、当社のワークショップにつきましては、知りたい、学びたいという積極的な前向きな姿勢でご参加いただくと、より多くの学びや気づきが得られる内容となっております。本日、 このセミナーにご参加くださった皆様からのご予約をお待ちしております。説明は以上となります。当社のですね、仕事体験のことをご理解いただけましたでしょうか本日はご清聴ありがとうございました。当社はですね、民衆ランキングにノミネートしております。皆様のご声援をよろしくお願いいたします。 はい。志田様、高山様、ありがとうございました。それから、ここからのお時間は、皆様からいただいている、事前にいただいているご質問や、チャット欄に寄せられました質問へご回答いただく、質疑応答のお時間とさせていただきます。すでに何件かチャットでも届いております。ありがとうございます。 学生の皆さんはもうお気軽に会社のこと、仕事のこと、感想などでも大丈夫です。ぜひチャット欄への書き込みをお願いいたします。では、はじめに、先ほどのご説明やスライドでもあったんですが、改めて文系でも選考を受けても問題ないかどうか教えていただけますでしょうか。これは高山さんでよろしいですかあよろしくお願、ね、い私は大丈夫です。はい、はい、お願いします。回答させていただきます。 文系理系問わずあのエントリーしていただいて問題ございません。もちろんです、ね、あのプログラミングの経験の有無も関係ございません。えー、毎年です、ね、入社する新卒社員のです、ねえー、文系理系の割合はちょっと先ほどの説明でもありましたがだいたい半分半ほどとなっております。それでもです、ね、ちょっとご心配の方はいらっしゃるかと思いますが、えー、任意参加での入,入社前研修や 入社後からもですね、5ヶ月の長い研修がございますので、しっかりあの勉強する時間はございます。で、実際に活躍されている社員の方々も、ですね、入社前が文系とか理系とかといった差はなくて、ですね、やっぱり本人の頑張りが一番かなと思います。なので、もしあの当社にご興味をいただけましたら、あの文系、理系とかは関係なく、エントリーのほどお願いいたします。はい、回答は以上となります,ありますあ、はい。ありがとうございます。 続いて同じく選考についてですが、インターンシップやワークショップに参加しないと、採用選考に進めないのでしょうかといった質問が届いております、いかがでしょうかあじゃあ、私からもまたいいでしょうか、はいえーっとですね。インターンシップにあのご参加いただかなくてもです、ね、選考は進むことは可能です。ただです、ね、選考に進むためにです、ね、必須にしていただいていることは、当社をまずは知っていただきたくてですね。 会会社説明会への参加を必須条件とさせていただいております、えー、ただですね、OneDayWorkshop もあの当社をより深く知る機会でも、知れる機会でもございますし、あの社員との懇談会もありますので、あの学生の皆様ですね、もしあのご興味が惹かれましたら、ぜひワンデイワークショップの方にもご参加いただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。 ちなみに、勉強しておくべき言語でしたり、取得を推奨されている資格などはありますでしょうか。あはい、えっとですねあの。入社を前に勉強しておくべき言語はあのございませんがあの、最近ちょっと若者はやっぱりスマホとかの操作が多いので、多いことがやっぱり傾向とありまして、まあ、入社してからです、ね、パソコンでの操作が多くなりますので、あのキーボードの操作に。 慣れてておいていただけるるととやっぱり助かるかなとは思いますただですね、あのどうしても先にちょっと言語等を学んでおきたいということであればですね、あの研修期間中に、主にちょっと学ぶものをちょっとご紹介させていただきますで。研修期間中はですね、先ほどのちょっと説明でもあったんですけど、Java、SQL、HTML、CSS、JavaScript の5つが主に研修内容で学ぶものとなっております。 でこちらをです、ね、あの少し調べていただいたり、あの触れていただいてです、ね、い,ただいただくのはよろしいかなと思います。で資格に関しましては、入社後となりますが、あの基本情報、技術者試験の取得をする必要がです、ね、出てくるため、こちらのです、ね、参考書を見たり、勉強されるのが良いかなと思います。で当社にかかわらずです、ね、IT 業界を目指す上で役に立つ資格かと思いますので、 まずはこちらの基本情報をお勧めいたします。以上となります。ありがとうございます。え続いて、チャットからの質問ですがえ、客先常駐はどれくらいありますかといった質問です。こちらもいかがでしょうか。お願いします。えーっとですね、あの、下から回答しますけれども、えー、客先常駐っていう観点でいくとですね、損保ジャパンの,、えー、あの受注案件については、基本はもう、 あの客先ではななく本社勤務になりますでただです、ね、きょうのスライド中にも出てきましたように、損保ひまわり生命とか、えー、セゾン自動車火災保険のです、ねえー、システムについては、客先常駐になります。まあ、あの割合としては数パーセントになりますね、そんなにあの人数は多くないですあの。損保ジャパンの仕事が95%以上ということもございますので。<laughs> あ,のある意味あの本当に数パーとということでございますはいいありがとうございますでは続きまして、コロナ禍の状況でリモートワークなど何か変化はありましたかといった質問が届いております。まあ、これからアフターコロナに向けてもあると思いますが、そのあたりは、そうですね、志田さん、いかがでしょうか。 コロナ禍の,です、ね、あのリモートっていう観点でいくとです、ね、もう緊急事態宣言が発令されたときには90%以上あのリモートでした。ただです、ね、われわれ本番データを見たりとか、えー、サーバーを監視するような、そんな部署がありますので、一定の出社率はもうどうしようもないんですね。で,今今で言うと6は、えー、7割 のリモートということになりますので、まあ、今日あの説明の中にもありました。けれどもまあ、今後もですね。まあ、7割から6割ぐらいで推移していくんじゃないかなというふうに思われます。で、会社としては人事としてはですね。あの従業員満足度っていう観点だとまあ、出社に偏ってたり、リモートに偏ってたりするとですね。どうも不満がある不満が出てくるっていうことが、あの統計上出てるんですね。 でえー、出社とリモートが半々ぐらいがです、ね、あの適当なんじゃないかっていうようなあのデータも出てますので、まあ、5割を目指すというところではありますけれども、ここはです、ね、各部署の業務にもよりますし、文化にもよるところもございますので、そこはお任せしていて、で今今の状況としては7割ということになってますなるほど、ありがとうございます。 ではん1点補足いいでしょうかテレワークなんですけども、別にあの強制というわけではなくてです、ねあの、毎日、例えば出社したいという方がいらっしゃればです、ね、それは本人のやっぱり、作業効率がすごく生産性が上がるということであれば、本人のご意思で出席あの、毎日出社していただくことも全然問題ございません。必ずしもテレワークというわけではございませんし、必ずしも出,あの出社というわけではございません。あくまでも生産効率が高い働き方というのを求めた。 今後の働き方になっていくかなとは思います。あ、すみません、法則失礼いたしました。はい、ありがとうございます。今の話はそうで、で、あとですね、あのまあ家庭の事情で子供がいて、え、うん、仕事ができないので出社するっていう方もやっぱり言っていらっしゃったりしますね。であとは子供のこう、うん、送り迎え A の送り迎えするので。 あのリモートにしたいという方もいらっしゃったりするので、まあ、そこはあのそれぞれのです、ね、家,家庭環境によってご判断いただくということになります。まあ、基本的に会社ではです、ね、あのリモートの方が生産性が高ければリモート、会社でしかできないものがあれば会社で仕事をしてくれ、まあ、そういった,た基本スタンスは変わらないと思います、はい、ま人それぞれの働き方に合わせてとていうことですね、ありがとうございます。はい はい、では続きまして社内での部署移動について希望は出せるんでしょうかといった質問です。こちらいかがでしょうか。はい、えっと当社の場合はですね、毎年秋ぐらいにですね、マイキャリアプランというものでですね、自分のあのこのキャリアをどうしていきたいか中長期的にこうあの設計していくんですね。で、その中でですね、移動の移動の希望というものも書かれ 書くことができてで、今までこういった勉強をしてきたので、こういった道に進みたいんだ、だからこの部署に移りたい、まあ、そういったあの希望を出すことができて、で我々人材統括部、人事部門なんですけれども、その内容を確認してますので、でその内容を確認した上で、えで、ー、まあ、調整をして、ですね、移動を実現しているということでございます。で基本的にですね、あの若い人間の,その部署移動、 いろんなシステムをですねですから、ジョブローテーションという観点だと、まあ、結局、せあの積極的にやっている、行っているということでございます。ありがとうございますで、またまたあと、チャットにですね、ク、はい、ライマー案件比率ということが書かれていたんですけれども、あはい、あの当社の場合はですね、あの先ほどの,あの説明の中でも、えー 損保、まあ、ジャパンが親会社で、損保ジャパンは情報システム部の機能がないというところがあるので、もう直接お客様とやり取りをしているというところもありますので、基本はです、ね、比率というよりも、ほぼ100%というふうにお考えいただくといいかなというふうに思っていますはいありがとうございます。まだまだちょっと質問も届いているんですが、お時間の関係上、失業と以上とさせていただきます。皆さまたたくさんのえ質問ありがとうございました 本日ご参加の損保システムズ様は IT 業界就職人気企業ランキングにノミネートされています。単純な好き嫌いではなく、仕事、会社、働き方、採用、広報、この4つの魅力の観点から就活生自身で評価をしていただきます。それでは最後に改めて学生の皆様へメッセージを高山様お願いできますでしょうか。はい。 本日はですねご視聴いただきまして、学生の皆様、ありがとうございました。紹介させていただきました、7月からのですね開催予定のワンデーワークショップなど、ですね会社説明会など各種イベントにですね今後もですねご参加していただいて、損保システムとのことを深く知っていただければと思っておりますので、まずはですね当社のマイページへのエントリーを皆様、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。今回お越しいただきましたのは、損保システムズの志田秀幸様と高山和也様でした。そして学生の皆様も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは引き続き、IT ジョブフェスタライブをお楽しみください。